練習やっていきましょう。前回からだいぶ時が経ちました。追加で新たにやったこと、まず前回からこう伸ばしたここの路線をさらにこっち方向に延長させました。まあ資材がまだ足りないので伸ばしてもそんなにまだ資材が届いてるわけではありませんが、ここら辺が結構発展が著しいですね。あとはこっちの路面電車、駅とあと電車通らせました。ちょっと効果は微妙ですが、これからでしょうか。あと子会社結構建てました。すごいいっぱいあるでしょう。住宅をいっぱい建ててみました。この高層マンションおございます。子会社30社達成しました。少し放置したらどんどん売り上げが良くなってって、あの遊園地効果でしょうかね。遊園地もいっぱい建てたりとかしたんでお金に余裕ができました。それで今資金も200億円以上あります。こっちも売り上げ抜群にいいです。メトナイマス天下の資源管理に行き200億円達成しました。そしてあとこっち隣町から資材を持ってきてます。これでこちら辺も資材がいっぱい届くようになってます。あとここ駅ビルにしました。特に見合いないですが売り上げは結構いいですね。子会社結構建てましたね。ブワーっといっぱい建てました。ほんといっぱい建てた。売り上げがいいから販売費はかかっちゃいますが、そのリターンは返ってくるでしょう。で、今回やること、こちら辺が資材が足りないんですよね。ということで、ここら辺に資材が届くように、隣町から、あ、そうだ、道路を引こうと思ったんですけど、もう引いたんだった。そうだった。もうやることやってたわ。そうなんです。隣町から今資材を持ってきてますが、まだちょっと足りない状況でしょうか。ちょっとトラックの状況見ましょう。5台ぐらい追加して隣町から今持ってきてます。これは24時間でもいいと思う。で、これが副車。で、ここの駅ちゃんと設定してたかな。どこの路線だったかな。これかな。その設定はできてるか。で、こっちの駐車場の方の貨物範囲の設定がどうなってた。そこでやってるのか。そうする必要ないんだよな。だから、こっち持ってきて、内陸の方にも持ってくれるようにしましょう。この辺、電停少ないんで、ちょっと電停増やしましょう。これで大丈夫だと思います。こっちも大丈夫そうだね。今人口の増加数8000人とかなり伸びてます。だからもう今10月で確実に1万人超えてくるかなと思うんで、残りの娯楽比率の方をやっていきましょう。200億円あるからね、一番高い娯楽施設も建てられるんじゃないかなって思います。何が一番高いんでしょうか。遊園地 B? 水族館とかもあるんだね。展示場。なんかどっかで見たことあるな、これ。東京タワーか。スタジアムだって。おお、これが一番高いんじゃない?東京タワーよりもスタジアムの方が高いんだね。なんででしょう。立地がいいところに建てておきましょう。立地良くても資材がなかったら意味ないから、資材があって立地もいいところ。ここもあんまいいのか。今1軒しか建てられないですが、これを何軒か建てていけば確実にクリアできるんじゃないでしょうか。ではお金の資金の方も様子見ながらしばらく放置したいと思います。多分倍速中にお金が貯まったらまたスタジアムどっか建てると思いますが、まあ、しばらく放置して様子見ましょう。
だいぶ放置してみました。どうでしょうか。おめでとうございますね。加工会社利益300円達成しました。先ほど建てたスタジアムも完成して今2軒目を建ててます。お金の方も余裕あって、もうポン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 と毎秒1億円ぐらいの勢いでお金が増えてます。どうなんですかね。今ここに新しいのを建ててます。あ、1万人超えてますね。ゴラキ比率は 13%、 あと 17% 必要ですね。おはようございます。町の人口3万人超えました。おはようございます。年間の人口増加数1万人達成しました。お見事、ついに年間人口増加数1万人を達成しました。ただの海沿いの工業地帯だったこの町にこんなにもたくさんの人が集まってくれるなんて嬉しいですよね。でもそれはやっぱりこの町に魅力があったからこそで達成できたことなんだと思います。活気づいたこの町の勢いを止めてしまわないよう、私たちも次の目標に向かって頑張っていきましょうか。では残りは娯楽比率ですね。お金の伸びもすごいよね。最初シナリオ始めた時と比べたら全然違うけど、なんでこうなったのかな。なんで急にこんなにお金が増えたんだっていう感じですが、まあこれもやっぱり都市の開発と関係あるんでしょうか。ございます。年間の資源関連利益400億円達成しました。では下画面戻ってもうちょっと開発進めましょう。もうちょっと街の様子見ていきましょう。結構建物バンバン建ってきたよね。でもスタジアムを建ててもそんなに比率が上がらないっていうのはどういうことなんだろう。お金今借りてたっけ。あ、結構借りてるんだ。株式上場してないからそんなに借りれないしね。上場してればもう一気にパンと2000億円ぐらい借りて一気にスタジアム建てまくってクリアとか、まあ、最悪できなくはないんですけど、今はちょっと借りれるお金が少ないですね。あとはこの辺をちょっと観光室でなんか置いとこうか。10億円は一瞬で稼げちゃうんで、資材があればもう建てちゃいますよ。あとここら辺もやっておきましょう。こっち側も資材今余裕ありますね。ここら辺は森があるんだ。じゃあ伐採所やっておきましょう。おお、ここも資材結構集まってきたね。ちょっと伐採所やっとくか。でお金が集まるまでもう少し放置しましょう。出ました。売上高5211億円、非原価が4335億円です。鉄道売上1125億円、費用1123億円。道路総売上479億、費用473億。路面電車売上2438万7316万。子会資源管理利益2581億、費用2102億。子会社売上1024億、費用は635億で338億円プラスです。なります。2年連続黒字達成しました。これで株式公開ができるんじゃないでしょうか。ではどうなんでしょうか。スタジアムできたかな。あれこれだったっけ、こっちか。あ、まだ建設現場になってんだ。まだ完成時間かかりそうですね。比率はまだあんまり変わってないか。ね、短めですが本日はここでおしまいにします。次回こそちゃんとねお金を貯めてスタジアムどんどん建ててクリアに向かって頑張りましょう。まあ株式公開できるんでもうお金借りて一気にバンバン建てちゃうと思います。そうしないとねパート数どんどん伸びちゃうんで、はい、ということで本日はここで一旦終わります。ありがとうございました。